上杉。上杉は、宮城県仙台市青葉区にある町名。1970年、昭和45年の住居表示実施に際して、設定され、仙台市都心部の北園に位置する。1丁目から6丁目まであり、面積は 0.96km である。郵便番号は980-0011、青葉区役所所在地。上杉は1970年、 昭和45年の住居表示実施に際して、多数の小さな町をまとめて作られた新町名で、まとめられた中の上杉山通りを縮めて名付けられた。南は北一番町通り、西は江東大通り、北は東日本旅客鉄道仙山線、東は杉山通過に元杉通を境とするが、北西部分は包み通り山宮町によって大きく欠ける。 江戸時代には中級家臣の武家屋敷が並び、明治時代後も住宅地として発展してきた。二十世紀後半になって南西閣の一丁目に青葉区役所など観光庁、企業のオフィスビルが連なるようになり、他地区の住宅も高層化が進んだ。東北の住宅地の中で、上杉は南に隣接する西木町地区と並んで、最も工事価格が高い。北端は、 上杉六丁目で江戸時代には農地が広がり、その北部は北仙台の一部として発展した。南部は各種教育機関の誘致により次第に明け、北七番町として栄えるようになった。北七番町は柏木地区にあった武家屋敷の町名である。この経緯により、六丁目は古来より北仙台志向が強く、五丁目までの上杉とは一線を隠している。 上杉地区の選挙投票所、国政、地方は上杉山通商学校に指定されているが、六丁目のみ、北、仙台を構成する地域、昭和町、青葉町、筒美町、通り町主体の選挙所、上杉山中学校を使用する。住宅地の地下は、2014年、平成26年1月1日の工事地下によれば、 上杉5の6の8の地点で19万8千円枚メートルとなっている。1970年、昭和45年以後に、上杉を構成した地区には、東西に走る町として、北一番町から北八番町まで南北に走る町として、江東大通り、包み通り、激帝通、上杉山通、同新町通り、中杉山通、光前寺通り、 にもとぎ通、杉ぎや通など小さな町がたくさんあった。これらは、道の名であると同時にその道に沿った町の名でもある。上杉ぎや通は、現在のあたごかみぎ通りにあたり、杉ぎやま台に通じる道という意味で、杉ぎやま台は、仙台北港にある大元丘陵の別称である。中杉ぎや通は、上杉ぎや通の下手、つまり東を、並行して走り、さらに東には、 杉山通があって、いずれも、大原に向かう道で、南北に長い。東西道の北一番町、北二番町などが上杉山通を切る形で、割り込んだので、町としての上杉山通はあちこちで分断される、飛び地であった。逆に北二番町以下は南北に走る包み通り、劇場通りに切られて飛び地になり、町々の位置関係は複雑であった。1970年、 昭和45年2月1日、当地に住居表示を実施して、多数の町をまとめたときに、上杉山通を元として、時数を2時に縮めた、上杉丸町名が作られた。この地区は上杉山通小学校、中学校は上杉山中学校の学区に属しており、以前から略称として、上杉と言われることがあったようである。なお、上杉市とは関係がない。 仙台駅の約1.5から3キロメートル圏内にあり、仙台市と深部の北限に位置する。駅内の道路は、半生時代からの城下町ということもあり、5番目上に形成されている。ただし、6丁目の北部はかつて仙台軌道が走っていたこともあり、カーブが多い。来源丘陵のふもとに位置し、全体として平坦な地形である。各丁目と上杉全体の面積。 2017年、平成29年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。青葉区役所や JA ビル、自民党宮城県連本部など観光庁や国の地方出先機関が集中する地域であり、宮城県庁、仙台市役所などがある本町、国分町地域とともに市の政治、行政の中枢である。一方で古くからの住宅や飲食店、 居酒屋等も多い。高等大通りと上杉山通に囲まれているため、バスの便が多く、一番町がすぐそばであることから、交通支弁である。また、2005年、平成17年には、どこも東北ビルが完成し、上杉の新しいランドマークタワーとなっている。二丁目の西部は、味の素東北支社や酒造会館、自治労会館などがあり、仙台駅前から連続する。 市街地の一部として発展を続けている。東部は古くより、勝山企業の所有地が大部分を占め、勝山酒造部、勝山館勝山スケーティングクラブ、勝山ボーリングクラブ等一種の企業城下町を形成していた。勝山館に隣接する勝山公園は、勝山企業が仙台市に譲渡したことを記念し、公有地でありながら一企業の名前を公園名に、 関している。2010年、勝山企業は、住友不動産に、スケート場、ボーリング場を含む、約1.7万平米の土地を売却。スケート場は、2009年に閉鎖。ボーリング場は、東日本大震災による被害が大きく、2011年4月に、営業を再開することなく閉鎖。ボーリング場1階部の商業施設も、2012年3月を、もって、 営業を終了し、取り壊された。行政機関や大企業の支社が集中する一丁目や二丁目とは、趣きを異なり、低層住宅地域である。毎年公表される、工事価格はこの地域で調査している地価であり、東北の住宅地の中では最高価格が工事される、ことが多い。このため、仙台市民の間では、西木町、米が袋、 川内三十人町などと共に、お屋敷町として意識されており、特に上杉三丁目を中心とする地域は都心に近い割に治安が良いということで、マンションや土地の価格も他の地域よりもやや高めに設定されている。三丁目にある、宮廷新庄仙台地方簡易保健局庁舎は、占領期初期に新中軍に接収された。仙台は当初、 横浜市に司令部がある第8軍の部隊が進駐したが、間もなく札幌市に司令部がある第9軍管轄となった。その後、第9軍司令部が仙台に移転となり、仙台地方官位保健局長者に入った。キャンプ仙台、仙台城二ノ丸が完成すると、第9軍司令部はそちらに移転し、仙台地方官位保健局長者は病院に転用され、 172ステーションホスピタルと呼ばれた。朝鮮戦争が始まると、多数の負傷した兵士が運ばれてくるようになり、ヘリコプターが屋上に着陸する場合もあった。西部は77銀行の上杉支店が入居する第三章山ビルや富士テレビ系列の機関局である仙台放送の本社がある。この地域も古くからの住宅やマンションが多く、建造されている。 東部には韓国総領事館がある。北六番町通り沿いには飲食店、仙台北年金事務所や宮城県体岩協会の岩、検診センターなどがあり、公衆衛生業務を携わる一面も備えている。2008年、平成20年の工事地下の上昇率は、当該地区が住宅地部門で、日本で2番目の上昇率となった、1位は青葉区、西木町。 6丁目は、宮城教育大学上杉キャンパス、同大附属のよう、小、中、東北大学、秋吉寮、小風寮、仙台市立上杉山中学校、宮城県立資格支援学校、展示図書館などの教育施設が、域内の大半を占め、上杉山通を挟んで隣にある、堤通り山見山地の東北大学グるキャンパスと、共に、 都心分教地区を構成している。これらの施設が隣接しあって一つの地区を構成するため、六丁目の住宅地は北部と南部に分断される。南部は都心分教地区に面するため北七番町通り沿いにマンションが林立しているが、日照権の問題が絡むため他の地域より低層マンションが多く、10階建て以上のマンションやビルの建設は制限されている。 このマンション群は、付属小中学校の真向かいに位置し、あたご上杉通り伊東では、例外的に交通の便が良い、徒歩15分圏内に、鉄道駅が駅あり、バス路線にも恵まれているため、上杉の中でも特に転勤族に人気が高い。また、北六番町通り沿いには、ブリジストンコクピットやスーパー、理髪店、美容室、飲食店、仙台上杉六郵便局、 旧特定郵便局のため営業時間は短いがある。北部はかつて荒巻村の一部であった。このため、旧町名も荒巻であり、昭和時代に仙台市に編入合併された際に、上杉に組み入れられた地域である。そのため、他の上杉地域とは趣を別にしている。六丁目は北仙台駅に近いことから、北仙台と呼ばれることもあり、国政選挙や、 地方選挙の際の投票所は6丁目のみ他の北、仙台地域と同じ上、杉山学校となる。上杉地区の交通事情は、市内でも屈指の交通支弁地であるが、地区内の基幹道路で歩きた4番町通り、2日、町伊東にはバスが1本も走っておらず、さらに一方通行路も多いため、同じ上杉でも、バスや地下鉄の沿線地帯、1丁目、2丁目、5丁目、 六丁目と南東部三丁目四丁目間における地域格差が激しい。上杉は西畑、高東大通部に地下鉄南北線、日中7分間隔と宮城交通バス、仙台市営バス、仙台駅方面は3から5分間隔がそれぞれ運行。北六番町通りも仙台市営バスが毎時6本程度運行している。一方、 南東部はバス空白地帯が多く、一キロ近く離れた、あたこかみすぎ通り、平日毎時四本、土日毎時二本や宮町通り、毎時一から二本が最寄り場停ということもある。平日の朝夕四往復のみ運行。北六番町通りを経由するため五丁目、六丁目在住の、生徒、学生が、東北大学整領、川内キャンパス、宮城県仙台第二高等学校、 宮城県宮城第一高等学校、なお経学院中学校、高等学校、制ドミニ小学院小、中、高に通学するのに利用されるほか、東北大学病院への通院にも利用される。旧町名に荒巻がつく地域は、旧荒巻村、それ以外の地域は、最初から仙台市、旧仙台区である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。